小笠原定宗は、鎌倉時代後期から、室町時代前期の武将、品濃小笠原氏の当主、品濃守護、昭和五年、品濃国末尾に生まれる、北条定時から返記を受けていることから明らかで、あるように、当初は鎌倉幕府に仕えていた。元稿元年からの元稿の乱では、新田義貞に従い、足利高氏らと共に、 五代醐天皇の倒幕運動を鎮圧に加わり、北条貞直に属して、楠木正重の赤坂城を攻めた。現行二年、正教元年九月、北条高時が経へ派遣した、上落軍の中に小笠原彦五郎の名がある。しかし、孔子が鎌倉幕府に反旗を翻すとこれに従い、鎌倉の戦いに参加する。兼務元年。 この功績により信濃国の守護に任ぜられた。中仙台の乱では、北条残党により国がを襲撃されて国司を殺され、鎌倉新軍を阻止できなかったが、鎮圧後、高氏が五代醐天皇から離反すると、これに従った。乱における国が消失後、五代醐天皇の任命した公認の国司堀川光次を、千曲軍浅間塾に出迎えている。 県武三年、延元元年には、足利方の入京により、五代醐天皇が、比叡山へ逃れる。この際、九月中旬、貞宗は上落の途中、大見国で、新田義貞と脇屋義助を破り、援軍に来た佐々木道よら足利法本軍と共に、五代醐方の兵糧を立つ目的で二十九日まで、琵琶湖の古城封鎖を行い、これが、決定だとなって、 剣武の乱は10月10日に終結した。その後も一貫して、北朝側の武将として、金ヶ崎の戦い、青野原の戦いなど各地を転戦し、略王三年、広国元年には、東津海から、品の南朝方の拠点である稲谷に入った、北条時行を、大徳王寺城に破った。広英元年、広国三年には、甲子冬の救援要請を受けて、日立に、 北畑地下房を攻めた。兼務2年9月には、安住郡住吉宗を、昌平2年、上和3年4月には、金府春地下寮を与えられ、品の府中に進出する足掛かりを得た。昌平2年、上和3年5月26日、京都で死去。56歳没。この正長が家徳を相続した。現在も続く、小笠原総領家では定田宗を、 小笠原流霊法の中高の祖としている。定宗は、旧馬術に霊式を加え、弓、馬、霊の三つを、旧法と称し、小笠原伝統の基盤を作った。さらに、五代醐天皇より、小笠原は、武士の定式なりとの手判と、王の字を家門に賜った。特に記者に優れぬ大物を復活させ晩年には、今川氏、伊勢氏、小笠原氏の三夜の武家霊説の書、 三つ吉一党を表した。啓発し、平木義次を創立氏族に開け前次入道と称されている。ありがとうございます。